皆さんどうも、八代気づくです。ということで、今日は自分だけが用語もルールも知らない中で勝ち続ける暗中模索カードゲームというジャンルの鏡のマジョリティアというゲームを遊んでいきたいと思います。これ面白いという噂を聞いたんで、ちょっとそれでやってみましょうという話なんですが、まあどんな感じのゲームなのかは知りません。ただ自分が知らない中で、なんか試行錯誤系の謎解きフリーゲーム、用語をメモしながらルールを理解し無限に勝ち続けようということで、まあ説明書を読んでない状態で遊ぶカードゲームみたいな感じだよね。まあ任せてください。何種類カードゲーム遊んできたかって話ですよ。硬い話は抜きにして始まるのか。あやずがいやじ、うわ、くるマジョリティア、やばい、俺だけが知らないゲームがやめてくれ。今日は負けないぜ。やばいやばい、負けるって。そうだ、ルール説明必要か。え、あー、待って待ってやばい、いきなり試されてるな、これ。いきなり試されてるな。いや、バッチリ、やっぱりバッチリだなのか。いや、してくれんのかな。いやいや、冗談きついぜみたいな感じじゃない、これ。これ、おいおい、冗談きついぜ、お前俺より強いんだからな、みたいな。試されるのか、これ。よし、まず最初にマジョリティアっていうのは。で、冗談、ほらな、冗談寄せって、お前、俺なんかよりお前がずっと詳しいっての。やっぱそうだよな。じゃあまずはデッキをシャッフルしないと始まらないね。まあこれはそうだな。タイが記憶喪失してんじゃん、シャッフル。これマジョリティアっていうゲームの用語だろうか。忘れないうちに記憶しておこう。今後も知らない用語ができたらメモに叩き込むとしよう。どうせそんなに数は多くないだろう。このボタンを押す瞬間が気持ちいいだろうな。ボタンを押す瞬間？まずい。こっからデッキを挿入して、ここが山札なのか。でも表表示になってるぞ。ビッグバン。オリジンが最初にサモンしたソウルが、オブリピされずにエンドフェーズを迎えること。あ、オリジンパーマネントっぽい。サモンした、召喚したソウルが、オリジン。プレイヤーが最初に召喚したモンスターが除去されずに4回目のエンドフェーズを迎えると、ビッグバンが発動みたいな感じか。俺のアバターは、あ、これ、逃走者みたいな感じか。俺のアバターは愛の魔女。はいはい、アバターはデッキのコンセプト、なんかその顔みたいなやつな。それはなんかボタン押してた気がする。ひとまず適当にボタン押してみるか。え？なにこれ？は？ん？それロングスペラだろ。なにそれ？は？いや、これはいい情報だな。開始時にプラスボタン押した。これはありがたい。まずはシャッフルしないと始まりませんね。マイナス、そうそう。またロングスペラー。はいはいはい。開始時にプラスマイナスボタン押した。忘れ物全部押したいな。は？どこのボタン押すねん、これ。ちょっと待って。ちょっと待って。開幕やばいぞ、これ。あ、これか。ビッグバーン。風魔封殺。ライヤーの、なんだライヤーって。は？対戦相手かな？対戦相手のビッグバーンを未然に防ぐ。いや、でも条件が緩すぎるな。未然に防ぐっていうテキストがふわふわすぎるな。鏡の魔女？お前それどこで手に入れたんだ？聞いたことない。それすごいの。超伝説級のスーパーウルトラレアカードですよ。まさかタイガくんが持っていたなんて。マナチャージマナチャージじゃねえの。最初のスペラフェーズ。スペラ、なんだこれ。血で作られた宝石。オリジンはマナパワーが半分になるまでデスマらしい。オリジンの場に出ているジェムが4枚になるまでコレクトする。ゴリラくん、エンチャント忘れてますよ。は？オリジンはマナパワーが半分になるまでデスマなし。まあ、このマナパワー、MP、あー、これだ！わかったわかった。マナパワー、これ MP ですわ。アバターの保有する MP。デスマナ。
MP を消費することかな、多分。プレイヤーの場に出ているジェム、つまりマナが4枚になるまでマナチャージする。いや、これはもうそういうことじゃないか。エンちゃんと忘れてますよ。おっと、そうだった。これじゃあロングスペラだな。は？なになになに、怖い怖い、エンちゃんとかわからない。おっと、そうだった。これじゃあロングスペラ、あ、出たロングスペラ。は？何した、今。あ、待って、あ、わかった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 。マナを支払うこと、ジェムを、必要コスト分裏返す。で、俺はチープクでマナパワーを半分デスマナして3枚コレクトすることでバニージェムが4枚することになる。まずここ埋めてんだよな。まずドローフェーズ、コレクトフェーズ、スペラフェーズで、おそらくモンスター召喚じゃないんだよな。宝石を唱えたフェーズ、こうしておくか。で、ジースだけ書こう。で、ここはチーツクっていうのは血で作られた宝石の略称だ。略称も出てくんのか、これすごい。まさか1ターン目からエンバーが、は？ニケタの虚無をサモン。あー、わかった、はいはい、タフネスだ。だからヘックスがパワーでエンバーがタフネスだ。どうだタイガ、俺の戦術は、俺のデッキテーマ、戦術的なやつは相手のマナがない時がチャンス。これなら防ぎようがねえだろ。だから、あれ、こいつの、あれだね。タクティックスペラは、いや、噛み合ってるな。で、俺の推測してるのが、ビッグワンがおそらく勝利条件で、オリジン、プレイヤーが最初に召喚したモンスターが除去されずに4回目のエンドフェーズを迎えることで、霊体の壁のエンバーが10あるから、多分オブリビされないモンスターを最初に置いて愛の魔女のビッグバンを達成するっていうのがおそらくデッキの勝利条件だと思う。そう考えるとタフネスが高い攻撃力がゼロのクリーチャーをサモンしたのも納得だから、あと3ターンぐらいで勝つみたいな感じ。あ、だから4ターンこの霊体の壁をキープするのがゴリラの戦術なんじゃないかな。うわ、きつ。これあん、ギアンシンキッズしか出せないのかな。確かスペラするときは青いところに出せるカードを置けばいいんだよね。でも今ルビーだけだから、そこか。え？あ、ああ、嘘だろ、まさかこれを読んでたってことか。は？ちょっと待って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 何何何何が起こったの、これは。だからお前わざわざアバターまで変えて、くそ、早くエンチャントじゃん。もう意味がわからん、意味がわからない。ちょっと待って、ジェムをヘストボー、あ、これは、あ、わかった。強いコスト分裏返すね。はいはい、俺のミラーフェーズだが、あ、さっきタイガ君が言ったことがそのままゴリラ君に返ってきてる。まさか1ターン目に出すのを誘って、もうそうとしか考えられない。ミラーソウルできない、クサモンされちまう。モンスターを召喚してください。なんだと、キャストしたモンスターを召喚、こうか。あ、一旦ここに置くのか、これ。なるほど。なるほど、なるほど、なるほど。あー、わかった。ここスペラゾーンだ。あ、わかった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 。ここ、スタック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 。ここスタックゾーンだ。なるほど、このゲームはスタックゾーンを可視化してるのか。なるほどね。まだ場に出てないんだ、これ。完全に理解した。これだ、スッキリだ。これスッキリだ。まあ、右上ゾーンとしておくか。右上ゾーンからソウルを召喚。これだ、スッキリした。で、もしかしてバトルフェーズにアタックすればいかない理由がない。勝負ありましたね。どうしたんですか、タイガ君。早くバトルと宣言しましょう。俺の霊体の壁じゃギアンシンキズのアタックは防げない。なんで？なんでブロックすればええやん。待って待って、種族があるのか。なんでアタックができないんだ。で、タッチはおそらくダイレクトアタックっぽいよな。霊体の壁でなんで防げないんだ。おそらく虚無がムッカに対してブロックできないのか、わからん。俺の霊体の壁じゃ疑心暗鬼っつのアタックは防げない。そう、一問やってくれ。は？
来た、ドラッグした。いや、いけたわ。やっぱそうだよね。を殴る。アバターを殴ることだな、これは。疑心暗鬼キッズの、オブリビ、除去だな。除去かなんか。で、ビッグバンを達成できなくなった上に、このライアーのビッグバンを未然に防ぐっていう特殊能力を達成して、勝ちか。なるほどね。くぅ、これだよ、これ。このまま優勝だろうと、自信満々のデッキでフリフリしてコンコンした相手には全然に分からん。デッキパワーで殴られ、フリフリ。S 上？コンコンってなんだよ。なんだよ、コンコンって。分からせじゃなくてビート、え、は？分からんって、何言ってんだ、こいつら。は？分からせじゃなくてビート、なんだこれ、これめっちゃ分からん。結構賢いな俺。これイカ様じゃね、好きなタイミングでディスティニードローできるシャッフル法みたいな。ディスティニードローすぎて